はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ今回は来ましたよ、今月のボトム使いです。2023年9月といえば、僕的にボトムズ関連でむせるネタというと、このウェーブさんの35分の1スケールのスコープドッグターボカスタムの再販ですね。これもしばらく定価以上のプレミア価格になってしまっていたキットだと思うんですけども、ついに再販された PS 版です。ただこの開封映像は実はね、もう何年も前に僕が撮ってあったもので、だからうちにあるのは再販版じゃないんですけど、でも内容大体同じだよね。今日は再販版をこれから作るよという方のために参考になればと思いまして、動画を用意させていただきました。ぜひ最後までお付き合いください。そしてまた今回も見終わったらチャンネル登録やグッドボタン、あと X のフォローもよろしくお願いします。X といっても戦艦のことじゃないよ。ちゃんとお約束のネタをぶっこんでおきました。ボトムズのね、 OVA ザ・ラスト・レッド・ショルダーに登場した機体ですけども、4種類のね、4人分の機体が登場しましたけども、それぞれの装備の違いも、この一箱買えば再現できるようになっております。どうだろう、この辺の印刷物は再販と同じかな。大河原邦夫先生がこうやって書き起こした、AT バリエーションのピンナップも付属しておりました。これがね、高速走行試験機、あとはターレットレンズ用のシールです。さあそんなわけで、いつものように、無塗装合わせ目加工もせずパチ組でご紹介しようと思います。実際作ったのは何年も前ですが、接着剤いらずのスナップフィット仕様。じゃあいよいよターボカスタムのね、装備を装着していこう。背中へのパックの装着はいつも通り、このフックに引っ掛けて、でミッションパックの右側にはこのミサイルポットを装着。ここはポリキャップで接続できるようになってます。でポイントになるのが、ここからその他の装備の取り付けなんですけど、まず腰の部分、セルフでね、こう2ミリの穴を開ける必要があります。でそうするとここにこのミサイルランチャーが取り付けられます。ただ穴開けるとき裏側に穴開けのガイドがあるから、そんなに大変じゃないと思うんですけどね。でこっち穴の場所違いますからね、ご注意。ガトリング砲はここに差し込んだら、あと背中でパックとも接続。さあこれでひとまず武装の取り付けが完了。もう分かってるという方にはね、説明不要だと思うんですけども、このターボカスタム、膝から下の部分がね、ノーマルスコープドッグとはデザインが変わっております。さあじゃあ近くからね、また見ていきましょうか。で肩の部分のマルチディスチャージャー、ここ穴開いてないです。あとミサイルポットの弾頭部分も、塗装したい人もいると思います。足の裏のホイールの再現度はこんな感じ。後ろ側のローラー、ここは色分けされてます。回転はしないです。あとはこのパックのマガジンの予備、これは別パーツにはなってるんですけど、このままだと取り外せないですね。アームパンチギミックはこのウェーブの35分の1スケール版には装備されておりません。よし、じゃあこの後は武器を装備させていこう。じゃあまずは通常のヘビーマシンガンを装備させて、キリコの機体を再現しましょう。本編の内容的には、因縁深いペールゼンが登場する話ってことで、僕的には強い印象が残ってる OVA かな。ただね、テレビ放送されなかった地域の僕としては、もしかしたら本編全部見る前に先に OVA 見ちゃったかもしれないんだよね。このシリーズ、ハンドパーツの軸部分が選択式になっておりまして、それぞれね、角度がこう違ってるんですけれども、これによって武器を持たせた時の手首の角度の位置を変えていくと。で現在我が家には、気づけば、スコープドッグタイプがね、5体ありまして。だからヘビーマシンガンのね、このロングタイプはもうこんなにいっぱいあります。でさらに買えば買うほど手首パーツも増えてくるんですけど、特に軸の部分、
もう予備がこんなにいっぱいになっちゃいました。まあ、ヘビーマシンガンうちいっぱいあるんで、まあ、1個両手持ち用にグリップを削っちゃいました。まあ、若干無理やりですけど、まあでもなんとなくそれっぽく持たせることもできなくはないかな。じゃあここでいよいよこのターボカスタムのね、一番の特徴ともいえるジェットローラーダッシュの展開ギミック、収納されているブースターノズルを下に下ろせば、まあ、劇中の作画の迫力もあってか、このジェットローラーダッシュのシーンがね、すごくかっこよく僕には見えたんですよね。このブースター部分の取り付けはポリキャップ仕様になってるんですが、ただ通常の、まあ、プラパーツも付属してまして、まあ、塗装する方はこちらを使用と。ちなみにこちらのグライディングホイールも別パーツですが回転はしません。じゃあ後半では今度は他のね、3種類の機体を再現して遊んでいこう。まあ、このショートバレルタイプがね、付属してるのがいいね。まあ、これを右手に持たせればムーザキ。作品を知らない人に念のため説明ですが、まあ、この OVA ザ・ラスト・レッド・ショルダーは放送終了後の85年にビデオ発売、テレビ版のウド編とクメン編の間のストーリーです。次は右手にハンディロケットランチャーを装備させてグレゴルーキ。まあ、OVA 作品だったからか、まあ、アクションシーンの作画もね、気合が入ってるシーンが多めだったような気もしますけれども、まあ、なんかこの作品はね、特にフィアナが随分可愛く描かれてたような、まあ、気のせいかもしれないけど、そんな気がします。最後はバイマン機だけど、この機体は腕にこのアームガンを取り付けるんですよね。ただその穴は、ここもまた自分で開けなきゃいけないんですが、まあ、ちゃんと工具があればそんな難しくはないと思うんですが、そして取り付けたら背中のミサイルポットを取り外して、で右腕にはソリッドシューターを持たせます。まあ、角度のついた軸とかを使用すれば、まあ、肩に担いだ雰囲気にさせることもできます。で実を言いますと、僕このターボカスタムの PS 版のキット2つあの当時買ってまして、2つ目の方は、まあ、左腕穴開けて、まあ、バイマン機仕様にしてあります。やっぱアームガン外した時のね、穴が気になったもんで。ただこの2機目については、実はあのいろいろ事情があって壊れちゃったパーツとかを寄せ集めて、まあ、この割れちゃってるところとか、まあ、現状ではこういうのをひとまとめにした予備機の状態になっております。本来ならね、4つ買えよって言われそうなんですけども、やっぱね、ちょっとお小遣いの事情的に。ちなみにソリッドシューターのスコープ部分はクリアパーツのものと、まあ、そうじゃないものと、まあ、2種類選択式になっております。まあ、以前の発売当初はね、 ST 版、まあ、いわゆるスタンダード版の4機セットも発売されてたかと思うんですけれども、まあ、僕はこの後に発売された PS 版2機で力尽きました。まあ、ギミックについてはこれまでご紹介してきたキットと、まあ、内容を被る部分もあるんで、まあ、ちょっとちゃちゃっと説明していきますが、まあ、レンズは回転はしないんですが横のスライドが可能。コクピットハッチもこのように開閉しまして、 PS 版は中のパイロットも再現されてます。この足元のメンテナンスハッチは開きません。まあ、関節可動についてもね、まあ、詳しくは以前の動画を参照していただけたらと思うんですが、まあ、ただ特徴的な部分だけちょっと説明しますと、まあ、このシリーズね、股関節開けてみますけれども、中の軸自体が下にスライドさせられるようになってます。でさらにそこからこうやってスイングも可能。まあ、ターボカスタムは足の造形ちょっと違うけど、膝関節の可動範囲としては、まあ、このぐらいま で足首がね、まあ、だいぶ可動範囲狭めなんですけれども、ただローラーダッシュ状態になると、まあ、だいぶ余裕ができまして、まあ、足首の可動範囲もねちょっと広めになります。だからもう構えてる姿勢とかはこの方が取りやすくなりますね。じゃあここで PS 版キット恒例の膠着姿勢の再現もやっていきましょう。股関節を下に下ろした状態にしておいて、で膝下のパーツ、ここを引き出す。
脚部全体は、まあ、だいぶ後ろにね持ち上げられるようになっておりますから、そしたらこの中にある関節を使って、ただ結構位置をね微妙に調整しないと起きにくいかもしれない。あとこれも割といつもなんですけどね、まあ、ちょっと抜けやすいです。まあ、脚部の位置はかっちりと場所が決まるわけじゃないので、まあ、両足揃えるための微調整も必要かもしれません。まあ、僕はこんな感じの足の曲げ方にしております。でこのウェーブのボトムズキットの話をするたびに、まあ、コメント欄でちょくちょく聞かれるのが、まあ、PS 版っていうのと ST 版のキットの、まあ、仕様の違いについてなんですけれども、まあ、PS 版っていうのが、まあ、豪華仕様 で ST 版っていうのが、まあ、お値段ちょっと安めのスタンダード仕様って感じで、こっち側の上半身は ST 版の仕様にしてあります。違いはまずターレットレンズのレンズ部分が、PS 版はクリアパーツがついてます。ただクリアパーツの方塗装が必要になっちゃうから、まあ、シールを使用する人もいるかもしれないですね。でスタンダード版はコクピット内の再現度はこの程度まで、あと頭部の内部のディティールの再現度も違ってます。あと一番大きな違いとしては、まあ、ST 版は膝下の部分が、まあ、構造が簡略化されてて、まあ、硬着ポーズを取るギミックはありません。まあ、僕の持ってるこれは実は PS 版だから、まあ、ギミック内蔵されてるんですけどね。だいたい新規のアイテムが発売される時には、まあ、いつもまず ST 版が発売されて、で数ヶ月後に PS 版が発売されるっていう感じで、まあ、でも同じものね2つ目買うときは ST 版にするってのもありかもしれないですよね。じゃあ話をターボカスタムに戻しまして、まあ、武器は4機分付属してますから、だからもちろん設定とは違う装備を挿して楽しむこともできます。まあ、そんな感じで、まあ、35分の1スケールのウェーブのボトムズキットだったんですが、まあ、YouTube サンライズチャンネルでのね、まあ、テレビシリーズの配信も再開して、まあ、40周年ということで、まあ、盛り上がってるボトムズ界隈ですが、まあ、ホビー関係でいくとね、このウェーブさんが今度24分の1スケールのスコープドッグも出すっていうことで、あと HG の発売も予定しているバンダイさんが、まあ、またハイメタル R の話がね出始めてるんですけども、まあ、スコープドッグで、あれでも前マーシードッグじゃなかったっけみたいな、まあ、気もしますけれども、まあ、あとはマックスファクトリーさんも24分の1スケールでストライクドッグが予定ってことで、まあ、皆さんも今後のお楽しみいろいろあるかと思うんですが、まあ、その辺またコメント欄でね、まあ、ぜひお気持ちお聞かせください。じゃあそろそろお別れかな。次回もまた僕のお気に入りのおもちゃで一緒に遊んでください。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さようなら。